今月ついていない人必見2024年1月後半運勢巻き返し法。はい、月後半ですね。まあ、新年という特別なこといっぱいやってますが、いつも通り月が後半になってきますと、はい、前半なんとなく不調だったなという方がいらっしゃるかもしれません。でそういう方はこれから言うことをやっていただくと、後半巻き返してこう運をよく、ね、暮らすことができますよという巻き返し法でございます。で1月はですね、これまたちょっとベタなお答えかもしれませんが、はいはい、先輩とか先生とかですね、そういう信用できる方にご相談をして指示を仰ぐというのが、もういかにもっていうか当たり前じゃんみたいな感じなんですが、1月はそんな感じというふうになっております。まあね、立場でいろんな方がいらっしゃると思いますから、そういう、まあ、師匠とか先輩先達とかじゃなくて、例えば親御さんにご相談、ね、しやすい方だったらそれでも結構ですし、まあ、目上の方とか、まあ、先輩格に当たる方とか、そういうので、ご相談していただくのが一番回りくどくなく手っ取り早くていいだろうと。なるほど、そんな感じなんですね。はいはいはい。で、今唐突に思い出したんですいません、告知をぶっこましていただきたいんですが、毎年毎年あのね、託児託児開運総成長というあの暦を出してるんですが、今年度版も出来上がりまして、やっと、皆様のお手元に渡るようになりました。はい、まあ、詳しくは、創成堂のホームページなりを見ていただくとね、まあ、この辺にまた出ると思いますので、ご覧になっていただくと、2024年版また出ておりますので、うん、はい、ぜひ、ご参考なさって、はい、ね、ここで言うのプラス、開運していただきたいと思います。はい、ですね、もうその時期なんですね。そうなんですよ。あれ一応ね、2月からスタートの暦だから、はい、まだ全然1月中でも問題はないよということですので ね、思い出しました。去年もその告知を聞いたなと思って、あっからもう1年が経ったんだと思って、もう早いもので、はい、あれからまた1年でございます。皆様ですね、ぜひ、お求めくださいませ。手元にあるとより占い君と占い君が楽しく深く見えますので、一冊あるとですね、まさしく、はい、その通りでございます。それでは、ついてないと思った方は、先輩などの指示を仰いで、1月乗り切ってください。先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。